昭山三型電気機関車は中華人民、共和国鉄道部で使用される交流用電気機関車の一つである。本形式は中国国鉄では第二代目の国産客、下両用の電気機関車である。中国国鉄は1977年下旬に設計任務省を発表、1980年代に入り、カブス電力記者省と、 カブス電力記者研究所の合同研究により、昇山1型と昇山2型の製造技術を基礎として本形式が設計され、社体名は SS3 と決定した。1978年には本形式の試作車が完成、その後の改良を経て1985年より生産が開始され、1989年に、 大量生産が始まり、商山一型にとって変わるものとなった。また1993年には677両を数えるほどになった。1992年、中国国鉄は本形式の改良と、カブス電力記者賞の標準化と系列化を要求し、それにより本形式を改良した商山三型4000番台が誕生。新たに、 サイリスタ整流機とチューブ式ブリッジ式整流機を搭載している。1992年から2006年の間に、カブス電力汽車賞で251両及び、大同汽車賞で425両、また2000年から2002年にかけて、使用汽車賞で57両が製造され、2006年時点での合計生産量数は733両であった。 以下に、各工場での製造機関車番号を示す。カブス電力記者賞、4001から4008、4029から4038、4085から4104、5039から5251、大道記者賞、4009から4084、4108から4556、使用記者賞、8001から8057これと、 並行して1993年以前に生産された従来の小山3型は4000番台と同等の仕様に改造された。本番台は小山3バイトと名付けられ従来の小山3型と区別された。中国の鉄道ファンは4000番台を小山 B、従来の小山3型を大3バイトと呼んで区別している。ありがとうございます。